和歌山県塩野岬の南東80キロにあって1時間におよそ15キロと自転車並みのスピードで北西に進んでいます明日の午前中には東海から近畿にかなり接近し上陸する恐れがありますこちらのスーパーでは台風に備えてすぐ食べられるインスタント食品などが売れているということです

すぐに食べられる商品などがよく売れているということです大阪府柏市のぶどう農園では風が入ってくるとぶどう同士が当たって気づいたりあの落ちてしまったりということがあるのでそこがちょっとすごく心配です 台風による風でブドウが落ちるのを防ぐため、ビニールシートを下ろして風を防ぐ対策をしています。交通にも影響が出ています。東海道山陽新幹線は現在おおね平常通り運行していますが、明日は始発から終日、新大阪から名古屋の間、新大阪から岡山の間の運転を取りやめます。 またあすは在来線でも特急はるか黒潮特急サンダーバードが終日運転を取りやめるほか阪和線全区間 JR 神戸線の一部区間などでも運転を取りやめます空の便はきょう関西空港を離着陸する25便と伊丹空港に到着する14便の欠航が決まっています 伊丹空港についてもあすすでに287便の欠航が決まっているということです。